こんにちは。こんにちは。今日はクリスマスイブ。クリスマスイブ、ね。はい。クリスマス。まだ明るいですけど。明るいけど、お食事しながら1年間を振り返ってみる。見ましょうか。うん。移住元年。そうだね。今日は朝からさ、ケロケロキッチンさんに行って、お料理を、まずチキンでしょ。つくねの厚揚げ。はい。聖護院大根の千枚漬け。クリスマスポテトサラダみたいなね。牛肉のミートボール。はい。しょっぱいケーキ言ってたね。タルタニアンさんに行って、はい、あのクリスマスケーキ。その後、はるたさんに行って、はい、フルクトとこちらカルダモン。カルダモン。毎晩食べているあの、まあ、サラダだけど、ドレッシングがカフェエルさんのドレッシングですね。私たち大好きなお取り寄せしている。ね、はい。黒トリュフの。スープですね。美味しいよね。美味しいねこれね、はい。そして今日はカバです。カバですね。ではでは。ではメリークリスマス。メリークリスマス。そうでしょ。メリークリスマス。メリークリスマス。今年1年。うん。どうでした。あっという間だった。うん。まずちょっと12月の新鮮な話をまたしたいなと思って、はいはい、あのこの間軽井沢高原協会のイルミネーション初めて今年行ったじゃない、あの土日はもうずっと前から予約してる人がいるっていうの取れなかったけど、平日だったら前日に予約すれば、あの取れるんじゃないかっていう情報をいただいて、この間平日の夜行ってきたんだよね。予約が取れてね。そう、前の日のさ3時から予約できるから、私3時にスマホを構えて、すぐ申し込んだら取れた。軽井沢高原協会って星野リゾートさんの中にあるじゃない、で星野リゾートさんの中に駐車場普段あるから、そこの駐車場に止めると思って行ったらさ、いや入れません、入れませんってなって、1キロ先にある駐車場に、そのイルミネーション見る方、そこから送迎バスが出てますので、そうびっくりしたよ ね、あの、まあ、近所の、ね、イルミネーションにちょっと行こうっていう気分で行ったけど、なんかバス乗り換えてみたいなさ、ちょっと観光気分だったね。歴史とかさ、いろいろバスガイドさんみたいな人がいて話してくれたじゃない、面白かった。ちょっとなんか旅行をしたみたいな気分になれたっていうか、割とそんなに広い敷地じゃないじゃん、その教会が並んでるところって、だけど光のマジックでなんか奥行きのあるイルミネーションに見えて、そうだ、面白かった、やっぱり空間をうまく演出しているからなんでしょうね、ね、平均年齢がすごく低かったな。若い人たちばっかりだね。軽井沢にこんなに若い人いっぱいいたのっていうぐらい、若いカップルがいっぱいいて、たくさんね、いたよね、みんなすごく幸せそうにこう写真撮ったり、で若い人と同じ真似してちょっと2人でこう自撮りしてみたり、うん、してみたけど、ちょっとあんま絵にならなかったっていうね。その後ちょっとブレストンコート行って、お食事、そう、ね、食事じゃないね、あれは何、お茶をしながら生ハムのセットを頼んで、温かいものをね飲んで、そう、本当はなんかちょっとアルコール欲しかったけど、そうね車だったんでね、アルコールは飲めないけど、そうちょっとお腹が空いたので、生ハムのセットなんかあれ良かった、ね、なんか楽しかった、すごく、なんかこうクラッカーのようなのがついていて、なんかクリスマスをちょっと味わえたね、まあ、ちょっと振り返るとさ、5月に引っ越してきてたな、だから今年に入って2023年になって、まあ、1月から、まあ、5月の中旬に引っ越してきて、それまでどんなことしたかなって見てみたらさ、もうほぼほぼ建築会社さんとのミーティングと、あと週に1回必ずここに現地、ってかここね、今住んでるここをこう進捗を見に来て、動画撮って動画作ってみたいなことやってたけど、もう全般はそれにそれをしていた。あとカーテンとかね。そう、結局最後の最後まですごい時間かけてたのがブラインド、カーテン、実はすごい時間かけてるね。
決めるのに こんなに時間かけますかっていうぐらいカレンダーみたいな時間かけてた。これだっていうのがねなくて、ね、そう出会えなかったんだよ、うん、なかなかね、うん、もうイメージはあったし、うん、こう絶対にカーテンじゃなくてブラインドにしようっていうのは2人で決めてたよね、うんうんうん、だけど今映ってるのかなこの後ろの窓、うん、の横幅がとにかく1枚のブラインドにするには大きいっていうことで、うんうんうん、立川ブラインドさんとかあといくつか見たけど大体2つに分けましょうって言われたんだよね。で1枚の窓なのにブラインドが2つに分かれてるのが嫌だって言ってさ、うん、せっかくね1枚の大きなガラスに対して2枚だから、うん、真ん中に隙間ができちゃうんだよね、うん、ブラインド閉めても結果的には立川ブラインドさんの今つけているこうレースのカーテンとレースじゃない普通の、うん生地がこう上下で入れ替わるってやつね。あれ見つけた時はなんかめちゃめちゃ嬉しかったけど、どこで見つけたかっていうとさで同じ歯医者さんがやってるけど、うん、佐久にあるしずくだクリニックっていう歯医者さん、うんまあ、すごく失礼がおしゃれなんだよね、うん、そこの中がね、うん、で中の歯の治療に行ってる時に、うん、歯の治療中なのにもブラインドのことで頭いっぱいあったからさ診察だけこうやってこう目の前にねそうのがこのブラインドかっこいいなと思って私つい看護師さんに、うん、これってどこのブラインドですかって聞いたら、うん、いや立川ブラインドさんですけど、うん、それよく聞かれるんですよねって言ってちょっと写真撮っていいですかとか言って、うんうん、歯の治療中にちょっとこう写真撮らせていただいて、うん、立川ブラインドさんに聞いたらこれだったらこの長さできますって一本でねいけちゃうって。もう何度も何度もショールーム行って東京の銀座のショールームも行ったし、うん、佐久にある立川ブラインドさんとかのショールームにも行ったし結果的になんだけど、うんうん、こうブラインドだからこうギザギザになっている、うんうん、でその下に関節照明があって、うんうんうん、天井を狙っているので夜間関節照明をつけると、うんこのギザギザがすごく出てね、うん、すごくそれが綺麗だそれが美しい、うんうん、気に入ってる、うん、それで5月に引っ越す直前、うん、いらなくなるものっていっぱいあったじゃない意外とあったよねでほらパソコンラックとかさ、うん、あったし、うん、あとベッドだけは買おうと思ったから、うん、今まで使ってたベッドとか、うん、大物、うん、結構売ったんだよね、うんまあ、売るって言ってもさそんな高価なものを使ってたわけじゃないからはいじゃあ500円でそう500円でとか1000円でとかありがとうございますもらっていただくだけでありがたいっていうティモティに出して、うん、結構皆さんもらってくださる方がたくさんいて、ね、使っていただけるのねありがたいよね自宅まで取りに来てくださいってお願いして、まあ 前提でね、お願いして、うん、もう毎日誰か来てくださいそうねで引っ越してきてからはどうしてたんだろう6月でも、うんうん、まだほら外交が出来上がってなかったからねそうだね、うん、実際外交が工事はその休校期間、うん、軽井沢の休校期間が終わる9月からっていうことで、うんうんうん、9月からは外交工事が毎日こう入ってて忙しかったけど、うんまあ、引っ越して5月の後半から8月いっぱいはその外交の方とのミーティングが結構多かったね、うんうんそう佐久に住んでる頃さ、うん、白駒の池っていうさ、うんまあ、車で40、50分かなハイキングに行ったことあったけど、うん、こっち来てから、うん、どこだろうなんかいくつか行ったじゃない池の平ホテル池の平ホテルじゃないよ白駒だ池の平湿原に行ったり、うん、あとこう朝の山行ったり離れ山行ったりあこんなに近くにこんなに自然感じられてである意味午前中で終わるっていうさ、うんうん、行って帰ってきて午前中で終わるから午後からまた有効に使えるみたいな、うんうん、そういうことができるものが近くにあるっていうのは、うんうん、これは本当に自然の近くに住んでる醍醐味だなっていうのを私はすごい感じた。私の小さなチャレンジとしては、うん、今年何かこう新しいことやってみたいなと思ったんで、うん、
あんなに泳ぐのが好きだったのに全く泳げなくなっていることにびっくりしたから25メートル泳げるようになりたいと思ったのよ、うん、で25メートル泳ぐことを目的としたスクールがあったから、うんうんうん、今ねあのスクールに通って、うん、で年内の目標を25メートルっていうのは見事クリアしました。おめでとう来年の目標はバタフライ、まあ、バタフライは本当に子供の頃から泳げたことが一度もないんで、これはちょっと本当にできるのかなって、ちょっとイメージもまだできてないっていうか、どうやって泳ぐのかイメージができてないけど、どうやって進んでるんだかよくわかんない。そう、なんかチャレンジした？僕は、うん、ずっと鳥の撮影で、うん、チャレンジ、まあ、チャレンジを続けてますって感じ、うん、でこそれは今年に特別何かってことではなくでしょ。まあでも新しい撮影場所を開拓するっていうのはね、うんうん、日々というか常に意識はしているんだけど、うん、夫婦同士の付き合いってさ楽しいよね、うん、自分一人の私の友達高役さんと友達だけじゃなくって、夫婦で初めて出会うっていうのってさ、うん、今までとちょっと違う、うん、こう楽しみ方があるんだなと思って、お宅をこう見学させていただくとかさ、うん、そんなことって基本なかったよね、うん、軽井沢いるからこその情報共有とかもあるし、うん、共通の話題が多いから、うん、これどうしてるんですかってお互いに、うん、いやこれは今までなかったことだなっていう一面だよね、うん、そう今、うん、後ろでね薪ストーブついてるけど、うん、まあ、ここのところさ、うん、マイナス6度7度ぐらいになるじゃない、うん、そうでも、まあ、予定がなくて1日家にいた日なんかさ、うん、今日寒かったのちょっと分かんないみたいな感じに、まあ、なっているのは薪ストーブのおかげかなって思う。薪ストーブ様と、あとは断熱だね、高気密高断熱でトリプルガラス、トリプルガラス引っ越してきたからこそ、うん、オーガホールが近くなったじゃない。車でちょちょって行って、うん、コンサートとか見られるっていうのはすごいいいなと思った。今年でいうと1月にね、おのりささん、あーそう、おのりささん行ったそう、おのりささんから始まり、うん、あと誰行った、千住まりこさんの、千住まりこさん、5月ぐらいだったねかなぁ、うんうん、千住まりこさんの、あの何ストラディバリウスね、8月にほら誰、おざけんさん、はそうだ、炎のおざけんじゃない小ばけんじゃない、小ばけん渋谷系になっちゃう、渋谷系になっちゃうあの炎の小馬健さんで、指揮者の小馬健さんのこれはもう2年連続連続そうだね行ったでしょ、うん、もうやっぱ感動的でしょ、うん、でその後辻信行さん、辻さんのピアノね生で聴きましたけど、もうあれはさ素晴らしい、ね、ちょっと鳥肌立っちゃったんだよね、うん、また2024でいろいろ行きたいなって思う、うん。